ャンネル。むちょ。こんにちは。さあ、2回目。2回目。ね。はい。じゃあもう一気に行きましょう。これ長くなるから。はい、はい。説明は昨日というか前回の動画を見ていただいて。そうそう、はい。はい。前回のあのね、第1回目の動画を見てもらって、はい、もう説明はそこ見てください。はい。ドラフトの編成スカウトの評価の動画です。そうそう、評価です。はい。じゃあいきますね。はい。上がリーグ。奇数セリーグ、偶数パリーグ、下が順位。はい。いきます。1の3、セリーグの3位。阪神。阪神だ。はい、じゃあ94年から1位はですね。あ、山村さんだ。はい、そうそう、楽天にいたね。はい。あの、評価 B です。B。だ結構、だから、17年、現役。そうですね。はい。シュートがね、はい、ややこしかったですね。シュートが。だからシュートする間の横の動きですね。はい。どっちかっていうとね、投球スタイルは。結構で対戦してますもんね。はい。うん、阪神、近鉄、楽天とね、はい、3球団行ってますから。2位が北川さん。はい。AA です。AA。北川さんね、近鉄が優勝した時の、代打サヨナラ逆転満塁ホームラン、はい、打った。はい。まあ、キャッチャーで入団して、うん、僕もだから最初1軍で出だした時はキャッチャーだったんですけど、はい、まあ、キャッチャーのスキルは先輩ながら申し訳ないですけど、そんなうまいとは一ミリも思わなかったですね。でもやっぱりバッティングはすごかったんで、でしかもね、はい、渡辺俊介キラーだったんですよ。俊ちゃんを、はい、まあ簡単に打つんですよ、はい、右バッターも結構苦労してたんですけど、なぜかタイミング合うって言って、はい、いつも俊ちゃんで北川さんをどうやって抑えようかっていうのをすごい苦労したっていう記憶がありますね。やっぱピッチャーによって得意不得意あるんですね。そうですね、うん、だもうバッティングは素晴らしかったですね、北川さん。でも AA と AA です、はい、AA いいんですもんね、はい、AA なんて球界の中でも上位ですから、はい、上位なんですね、はい、S は行ってないけど結構すごいわけですよね。そうそうそう、 S は頂点みたいな人ですから頂点ですね、わかりました、はい、そう思っとこう、はいはい、で3位が田中修太、はい、あの BB です。 BB、はいはい、だからもう BAABB だから全部いい。まあまあまあ、やめ1位が B っていうのは正直寂しいんですけど、はい、まあ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 って感じですね。まあ、2位3位になってる感じはありますね、はい、で95年、はい、船木さん、中野瀬さん、林さんっていう、はい、申し訳ないですけど、はい、船木さん以外ちょっと分かんないですねイースタンだと戦ってるから分かるんですけど、はい、ウエスタンになると1軍にいないと対戦することもないんで、はい、あ、そっか、正直全く分かんないんですよね。2軍のリーグが違うと、はい、船木さんは1回ロッテに来たんで、はい、最後にね、だからそこで、うん、面識ありますけど、はい、あの全員無印です。で、あ、そうなんだ、はい、96年、はい、今岡さん SS ですね、うん、はい、もうそれはね、もう、はい、で関本、はい、BB お、SSBB と、はい、で浜中、はい、AA、 このドラフトはね最高、すごいタイガース96年、はい、いいドラフトですね。めっちゃいいドラフトです。前回のハムの時も、はい、これはなかったと思うんです。ここまでいいのは、はい、そうですね、 SS いてもその下が無印だったり、はい、全員がこのはすごいです、はい、これはもう阪神96年のスカウト編成部長の人、さすがです。でも95年ダメです、はい、まあでも挽回しましたね。いや、変わってるかも分かんないけどね。そうですね。で、97年、はい、97年が中谷、智弁和歌山からで、はい、多分今監督してると思うんですよね、智弁和歌山の、うんうんうん、中谷無印、はい、井川圭 SS、 私でも20勝投手ですからね、はい、で橋本無印です。無印ちょっと分かんないですね、橋本さんはちょっと、はい、でちなみに4位に坪井さんがいるっていうね、その年。あ、本当だ、はい、でもあの3位までしか評価しないんで、はい、この、 あの里崎指数の評価はそうですね、3位まで、はい、下にもいい選手はもちろんいっぱいいますからね、けどあのいわば上位で取るほど、だから橋本投手よりはいらなかったんですもんね。そういうことですね、はい、だから万が一取られてたらアウトじゃないですか、はい、だからやっぱり3位までのしか評価しない、うん、スタートの目を評価、はい、里崎指数評価としてはね、はい、次98年、はい、ここは僕のドラフトです。お、藤川球児、3SS。 おすごい、あの前回の動画と合わせて2人目、はい、3SS で、金沢、はい、BB 福原、はい、SS ここもすごいですね、だから SS2 人ですから、すごい上位3人で、やっぱ私あんまりその昔のドラフトの昔の選手って分かんないですけど、
SS まで来るとやっぱ名前知ってますもんね。ああ今ね福原はコーチしてますけど、球児はねまだレギュラー、やってますからね、バリバリ現役ですけど、福原も球児の全盛期はストレート本当に速かったですね、はい、もうフォークとか張ってましたもんね、はい、真っすぐ打てへんと思って、うん、であれをパ・リーグで言えば交流戦で球児を対応するのは難しいですね、はい、何回も対戦して対策練ないとやっと慣れてくる。初見はドーンって感じだったんです、本当に速かったですよ。あそうなんですね、はあ思ったところよりね、はい、高めに来るしね、うん、早いもん。これが佐藤さんの年なんですね。そうそうそう、はいはい、僕は大卒ですけど、はい、福原と同級生なんですよ。福原は大卒なんで、高卒の方は年下ですね。そうそうそう、松坂世代ですね。すいません、昔のドラフト、昔の人とか言っちゃってます福原もあの球速かったですからね、はい、中継ぎでね。へで99年1位的場、はい、無印、無印で2位吉野 BB で3位岡本無印です。無印吉野もね、はい、あの日大なんですけど、僕のだから一つ下だったんですけど、日大の時めっちゃすごかったですよ。力もあるし、はい、もっと活躍するかなと思ったんですけど、うん、まあそれでもBB なんで、はい、まあまあまあ、 あの一軍の戦力にはなってるんで、そうですね、あれですけど、うん、B じゃなくて BB なわけですからね、はあ、2000年、はい、1位藤田太陽、はい、B、 2位伊達さん、これ伊達さんってねロッテの寮長の息子なんですよ。へえ、そうなの。僕が入った時の寮長の、はい、が BB、 BB で3位加納 B です。 B お B オンパレードでしたね、うん、でもこれでやっぱちょっと寂しいですよね。うん、まあ、無印ではいいんですけどね。なかなか A って出てこないですね。そうですね、はい、A ってレベルめっちゃ高いですからね。そうですよね、はい、でも SS 球界の中でもトップクラスですから。うん、 A はそうですよね、はい、だからレギュラーでも球界の中でトップかって言われたら、はい、その球チームの中でトップだけど、はい、球界の中でトップクラスかって言われると違うやつはいっぱいいるじゃないですか、はい、だから BB はチームでの頂点を、まあ、チーム内では出てますよって、はい、A は球界、球界 S は頂点みたいなっていうはい、まあ、基準はね後々楽しみにしとくんで。そうそうそう、はい、ああでもないこうでもないって言いながらね見てください、はいはい、2001年安藤選手 AA、 あ AA 来た。はい、コントロール良かったですもんね。だからなんか爆発的な球の力があったわけじゃないですけど、はい、全てにおいての球種のクオリティ高かったですね。で2位浅井、無印、はい、自由枠で、うん、桜井 B、 これ PL からね、今井も同級生なんですよ。うーん、でこの自由枠で取って無印はきついですよね。そうですね、うん、まあ、でもそこに安藤がね AA になってるんでまあまだいいですけどね、はい、で次2002年自由枠2人、杉山、無印、無印じゃないですか。エグサ、BB、 BB、 これはあのエグサはね、あのバレーボールのセッターの、はい、が奥さんなんですよ。あ、そうなんですか、はい、へえ。で、3位、中村、この左ピッチャーも良かったんですけどね、無印です、はい、無印、はい、だここはちょっと2002年、うん、ちょっと悲しいですね。寂しい年なんですね、はい、で2003年、はい、鳥谷来た。これは SS か、1SS、 1SS 来たで、筒井さん BB、 BB で、佐々木原さんが B です。 B で2004年、はい、ここもだから自由枠がっつり取っていきますね。いい、そうですね、毎回2人ずつね。いやでもそれほどやっぱ阪神っていう球団に魅力があるから来るわけですよね。ということはドラフト1巡目の高卒を行ってないってことなんですよ。常に大卒社会人を上位で取って高卒を、この自由枠を2つ取ると、はい、高校ドラフトの下は4巡目からしか参加できないんで、だからさっき、ね、日本ハムの第1回目やりましたけど、はい、自由枠使わないでダルビッシュ1位とかいけてるじゃないですか。そうですね、だから高校生の1位いけないんですよ、はい、自由枠使うと。そうか、だからそこが駆け引きがあるんですけど、でも即戦力系のいい選手をいっぱい取ってきてるっていうって言ってるのに、即戦力になってないところが厳しいですよね。そうですね、はい、1位岡崎、こうキャッチャーでね、はい、入ってきて無印、はい、で自由枠で能見、1S、 あ、S なんだ、はい、で、4巡目に橋本健太郎、はい、BB です。 BB、はい、だから、まああのまあ、2003年のとか2005年リーグ優勝、はい、タイガースしてますけど、うん、でもこのドラフトの結果見てたらそんなリーグ優勝をするほどの上位ランクの強さってあんまり目に見えないですよね。その日本ハムみたいに毎年連続 SS がいるとか、一気に固まってる感じじゃないですね。ないじゃないですか。でも2003年2005年優勝できてるじゃないですか、はい、この理由はですね、はい、FA などの戦力補強ですよね。ああ、そういうことか。だからあの時だと金本さんとか、はい、あと伊良部さんとか、はい、下柳さんとか、うんうん、で外国人とか、はい、
そうか、そういうところで補いますもんね。そうそう、それとまあ会のね、はい、人たちの押し上げもあるんですけど、はい、そういうのでも強くなるんで、一概にこの1位2位3位だけの指数だけでは強さ弱さは測れないんですけど、はい、でもそういう FA とか、そういうのを積極してない、積極的に行わないチームっていうのは日本ハムみたいに、はい、やっぱ絡んでくると強いですよね。だそこがそ、ね、だから要はドラフト、はい、スカウト編成の見せ所があったっていうね、はい、そうですね、うん、だからこう正直ここまでですけど、うん、SS が今岡さん、井川、藤川球児で鳥谷と約10年ぐらいで5人いるんで悪くはないんですけど、はい、B もやたら多いんで、 B めちゃくちゃいますよ。 BB と B が多いですね、はあ、チームでレギュラーとかチームで主力になるのはどのチームも当たり前なんで、はい、でも球界的に言えばトップクラスにはいないっていうところのちょっと落ちるところはあるんですよね、はい、うん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 、でそういう選手がまあ積み重なって押し上げてる感じはあるんですよね。そうですね。だから日本ハムもこの94年から2004年までってあんまりパッとしなかったと思うんですけど、はい、でそこで戦力補強してないんで、はい、このタイガースの違い、うん、強さの違いが出てくるんですよね、途中での FA などの。でもこうやってスカウトでこう SS がたくさんギュッと集まって優勝とかにすると、編成スカウトの方々ってものすごく嬉しいでしょうね。いやもうそれはもう編成スカウトの能力をさすがっていう、ね、はい、そうですね、はい、逆にそこがうまくいってないと途中でお金使わなきゃいけないんで、うん、はい、逆に言ったらそこの人たちもっと頑張りなさいよってありますよね、うん、でこれはね、あのまあ多分意見あると思うんですけど、はい、くじ引き負けとかも言うと思うんですよ、うんうん、で僕はそこ考慮しないんですよ、はい、くじ引き負けがあったから仕方ないって考慮しないんですよ、はい、それなんでかっていうと、うん、山田テストみたいに、はい、外れ外れ1位でトリプルスリーの選手もいるわけですよ、うん、そうですね、ということはくじ引きに外れたからこそ、はい、その選手が取れてスーパースターになったこともあると思うんで、うん、それはもうあのイーブンっていう考えなんですよね、はい、運も平等。そうそうそう、はい、だからそこも別にくじ引き、うん、じゃあ行かなきゃよかったじゃんっていう。まあ確かに他でも、はい、いい選手下位にもいたのに、うん、その選手行った方が良かったんじゃないのっていう選択のあれもあるんで、はい、だからそこはくじ引き負けも考慮しないです。行ったのが悪いっていう、はい、まあでもどうもう何回外れても12人までは1巡目で取れるわけじゃないですか。そうですそうです、はい、はい、よし、じゃあ次は2005年、5年、はい、ここから高校分かれますからね、はい、で高校は鶴、はい、B, B 若竹無印、はい、で大学社会人が岩田、はい、1A、 やっといた A とかで1がつくの珍しいでしょ。そうですね、1とか2とかがよくわからないです。で2位が、はい、金村無印、無印で2006年、1位野原、2位橋本、はい、無印、2人と無印、はい、で大学社会人が小島無印の上園 B プラス、 B プラスで2007年、はい、高浜森田両方無印、はい、社会人大学は白仁田 B 石川無印、この辺ちょっと無印つちょっとここら辺がね一気に失敗感がドラフトを漂ってくるんですよ。ですね。で2008年、はい、1位が翔、翔無印、柴田 B の上本 BB、 上本選手で BB だな、はい、で2009年、はい、二上藤原、はい、甲斐全員無印。おこのもね上位のこの2006年から2009年にかけての残念感はやばいっすね、はい、このドラフト戦略的には大きな失敗、はい、ドラフト1位が全員ほぼ活躍してないんです。無印っていうの多いですね、はい、白仁田選手だけが B っていうだけで、はい、でも B はちょっと1位じゃちょっと厳しいんで、もうこの2006年から2009年までの編成スカウトの方々はもう全員大失敗ですね、はい、やっちゃったなっていう感じです。言いますね。いやじゃあちょっと事実っすか。まあまあデータに基づいていいんです、ね、そうです。僕は別に主観とか好きとか嫌いとかじゃなくて、はい、だってこれを見てね、この評価を見て、その時誰が編成部長だったかとかスカウト部長だったかとかそれは知らないですよ、はい、誰が権限あったかは知らないですよ、はい、でこれだけ見て言ってるだけですから、はい、逆にこれだけを見てうわドラフトうまかったねって言えるんかっていう、逆に、うん、そうですね、うん、でそれをあのチームの監督コーチに問われても、はい、それはちょっときついですよね。で、はい、2010年、10年、1位榎木田、榎木田選手 A、 はい、でこれちょっとあの正味頑張ったのってここもまだ、はい、面白いんですけど、西武にも行っても活躍とかもあるんで、そこがね
そうですね、はあ、でも僕はもう取ったところが目があったと思うんで、移籍して活躍でも取ったところ人たちが目があったというね評価なんで、はい、そうか、西武で11勝してるんですね、はあ、2位が一二三無印で、中谷 B、うん、B で2011年伊藤西内西田全員無印、おお2012年藤波慎太郎、なんだ、ランク何なんだろう、 1S、 はい、北条、はい、B、 花穂無印ですね、すごい珍しい、見たことないです。2013年、はい、岩貞 A、 横田陽香は無印、はい、いやこの2005年からの13年は、はい、まあ結構やっちゃってますよね。そうですね、うん、だって S が多分 S 以上が藤波投手しかいないのかな、そうですねぐらいですね、はい、で無印がだって19人もいますもん。そうですね、そこの間で、はい、1,2,3,4,5,6,7,18 の今無印30人ですよ、多いですね、はい、明らかに、はい、だって前回の日本ハムが無印、あ、でも41か、はい、ん、あれ私なんか変なところに印つけてる、あ、じゃあいいね、よかった、大丈夫、大丈夫、タイガースの T でしょ、タイガースの T タイガースの T と正の字間違えない、じゃあ次、はい、2014年から、はい、横山石崎英吾氏、無印、はい、3人、はい、で、高山、はい、BB プラス、坂本武康、無印、16年、はい、大山、BB、 BB なんだ、小野沙莉、無印、17年、馬場高橋、はい、熊谷かな、これ、はい、熊谷とかじゃない、熊谷とかもありますからね、あ、本当、熊谷だ、はい、無印、18年、はい、近本 S、 お、それだってね、あの活躍、そうかも、それでも S に入るんですね、はい、A じゃ1年で S ですからね、1年で S、 すごいでもこれでちょっと評価基準見えてくるかもしれないですよ。小畑無印、木浪 B、 これで阪神です、はい、ってことは今集計すると、うん、SS が5、5人、はい、で S が 3人、 AA が0、いや AA が3人います、うん、で A も3人、 BB が11、 B が12、うん、で、無印が1,2,3,4,5,6,7,8,5,7,41、ってことは、はい、ちょっと だから、あの全体的に見ると S 異常が少ないから、うん、だからまあ A 異常が少ないんで B と BB が多くなるんですよ。ですね、基本的にあの B と BB っていうのは一定数いるんで、はい、そのチームで主力になると、うん、B と BB には絶対なるんで、はい、だから要は頂点見てる人が少ないですよね。そうです、 A 以上がどれだけいるかっていうのがまあ大事です、ね、勝負、 A 以上がどれだけいるかで、はい、そのドラフトの成功具合が分かるんですよ。で B は、はい、BBB はがそこは最低いないとやばいよっていうね。そうですね、まあ、上位が活躍、チームのその中心的にはなってないってことなんで、うんうんうん、でも日本ハムの SS って11人ぐらいいたんで、はあ、そう思うと半分ですね。そうなんですよ、だから全体的に言えばあのうまくないですね。そうですね、見えてきちゃいますね、はい、だってあのドラフト1位の SS が今岡さん、藤川、鳥谷だけなんですよ。あ、でも5人中3人がドラ1なんだ、1位っていう、はい、だ要はあの2位で、2位の井川が SS なんで、はい、はい、まあ、SS が上位には来てるけども少ない、少ないって全体的に、ね、やっぱそうなってくると補強しなきゃ強さを保てないですね、はい、だいい年っていうのは補強頑張ってたっていうことかもしれないですね。そうです、そうです、とか外国人の活躍とかっていうところがかなりあったのかなっていう、うん、はあ、なるほど、だからやっぱだからこれからのチームをもっと支えていくためには、はい、14年以降に入団した選手たちがもうちょっと頑張っていかないと、はい、ちょっときつくなってきますね。そうですね、はい、もうだって10年ぐらいの入団の選手っていうのはもう30前後なんで、うん、もし大学社会人からだと30オーバーなんで、はい、まあ伸びしろ的にはまあ、まだあるかも分かんないですけど、うん、大きく、まあ、レギュラーじゃないと厳しいですねってなった時にやっぱこの2006年から、はい、今は6年からがちょっと大きくへこんで、はい、へこみすぎっていう、ちょっと残念っていう。そうですね、うん、いやちょっとこうやってデータにすると面白いですね。いや面白いでしょ、面白い、この見え方が、はい、
球団と比べるのもすごい面白いですこれ。だからあの2000年、だから94年から2004年までは比較的いい感じでドラフトできてたと思うんですよ、はい、だからそれが多分2003年とか2005年の強さ、はい、優勝タイガースの強さに、はい、でそこを補強もするで実を結んでると思うんですよ、うんうん、でその2005年以降からのこのドラフトの上位のそのまあ言いますけど失敗感がやっぱり、はい、ちょ抜け出せないっていうところに、うん、でこの2005年から2010年ぐらいの人たちが2015年ぐらいを支えるんで、はい、だこことかがもうちょっと頑張れたらっていうところはありますけど、うんうん、だから全体的にちょっと2004年までと2005年以降がちょっと大幅にドラフト の、はい、差がありすぎるっていうところが、はい、ちょっとうまくいけてない、ドラフトうまくいってないなっていうところありますよね、まあ、この近年のドラフトの選手たちにまずはまた期待っていう感じですね。そうですね、だから2014年以降のドラフトで取った選手たちがだから大山とかもそうだし、はい、まあ、高橋遥人、17年の2位とか、うんうん、まあ、佐伯大野とかっていうところの、で、まあ、15年坂本やっちゃう、はい、江越とかがここからどこまでチームの中心的選手になって最低でも、でそこからリーグの代表する選手に慣れていかないとガッツ強くなるんですよね、はい、いや面白いですね。でしょ、はい、だまあ全体的にやっぱ今は現状は日本ハムのドラフト戦略の良さが今、はい、まあどっちか今日のタイガースと日本ハムで考えれば、まあ、日本ハムの方が SS が圧倒的に A 以上が多いですね、はい、っていうところは、はい、まあ、感じますよね、はいはい、またちょっと比べていきましょう。そうですね、はい